内閣府特命担当大臣は日本の廃止された国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである行政刷新担当大臣と通称される本記事では設置前廃止後に置かれた行政改革を担当する大臣についても解説する日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである日本の国家及び 地方公共団体の行政改革を所管する国務大臣である。内閣府内に諮問会議として置かれた行政刷新会議を担当し、副議長を務める。2012年の政権交代後、第2次安倍内閣発足で内閣府特命担当大臣職、行政刷新会議ともに廃止された。1990年代頃から、 日本の国家や地方公共団体の行政機構の肥大化が指摘されるようになり、行政改革の必要性が叫ばれるようになった。2001年に中央省庁再編が行われてからも引き続き行政改革を進めるため、行政改革を担当する大臣が置かれていた。第2次森改造内閣では、橋本龍太郎に行政改革を推進するため、 行政各部の所管する事務の調整を担当させた。以降、歴代政権にて行政改革を推進するため行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣が置かれた。第一次、安倍内閣では、佐田源一郎に国および地方の行政改革を推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させた。以降、 歴代政権にて国および地方の行政改革を推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣が置かれた福田康夫内閣では渡辺義美に行政改革を推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させた以降歴代政権にて行政改革を推進するため企画立案及び 行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣が置かれた。鳩山幸夫内閣では単なる国務大臣としての所管事項ではなく内閣府の正式な特命担当大臣として内閣府特命担当大臣が設置され、戦国義人とが任命された。以降、歴代政権にて内閣府特命担当大臣が置かれている。また、野田改造内閣では 内閣府特命担当大臣のほかに行政改革担当の国務大臣ポストを復活させた。第2次安倍内閣で内閣府特命担当大臣は廃止され行政改革を推進するため企画立案を呼び行政各部の所管する事務の調整を担当させる国務大臣ポストが置かれた。ありがとうございます。